アニョハセヨ。映画余命10年で祭り役を演じた小松菜奈です。韓国で映画が公開されたことを大変嬉しく思います。ありがとうございます。もうすでに映画をたくさんご覧になった方々がいらっしゃるとお聞きしました。きっと祭りとカズトの気持ちが皆様にも届いたんじゃないかなと思います。私にとってもかけがえのない本当に大切な作品となりました。ぜひ劇場でご覧ください。こんにちは。映画余命10年でカズトを演じた坂口健太郎です。この映画の公開を韓国のファンの皆様が待っててくれたと聞いてとても嬉しいです。今回韓国に来れて本当に良かったなと思います。映画余命10年は悲しいラブストーリーではあるんですけど、一方で自分の周りの人に感謝をしたり、これから続く未来のことも描いています。だからこそたくさんの人に響いた作品になったのかなと思います。もしこの映画を見終わった後誰かを思い描いたら、ぜひ次回はその方と、この余命10年を見に行ってください。また劇場でお会いしましょう。